どうもリプデリバリーのお時間です。あゆみです。どうも皆さん、うすうす気づいてたとは思うのですが、本日もキングがおりません。欠席でございます。今回もまだ体調不良ということでお休みとなっております。なのでもうネタがないんです。ないんです。ネタがないので、今回は天のホワイトボード様にお力をお借りして、質問を100個ぐらい用意してくださったので、私も何の質問が来るのか全く分かっていないのですが、今回は今の天のあの方の音です。その方からの質問に答えていきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。テンダネス、嫌いな曲ない。アピールポイント、美男美女。歌いやすい曲は、キラキラ。歌ってほしい曲、クレイジーフォーユー。花がある、人生に。なーってことは、お腹が空く時間がある。好きな食べ物は、ドリア。嫌いな食べ物は、うなぎ。マイブームは、なんだろう、人間観察。プロは頭からです。右手、左足。分かんない。効き目は左、あ、右、分かんない。これでしょう。どっちか分かんないけど、リップセレクトのバッチです。ネイルの色はベージュ。迷いますね。両方大好きなんですよ。はい。クリーム系かトマト系。わかりません。M か L。 見ます。いつも戦ってる夢を見てます。養殖。ソフトクリーム。どこにしようかな。どこでもいいです。気になってるもの、虫。ご飯が食べたいです。ドラム。寿司？マグロでしょう。芸人さんね、わかんない。
好きな男性のタイプ、甘やかしてくれる人。コスプレまるで私が好きみたいな感じですけど、好きなコスプレです。じゃあ制服で。やりたいでしょ。生まれ変わったらまたこれになります。あー、なるほど、女性になりたいです。行ってみたい国、フィリピン。バイク運転したい。遊園地か、迷うな。じゃあメリーゴーランドで。好きな動物はリスです。嫌いな動物は、動物は嫌いじゃないんですけど、動物アレルギーです。いや、見てません。結果だけ見てました。日本。あ、参加したいのはオリンピック、まず増えたんですよね、いろいろと。え、わかんない、参加はしたいです。でも何かで。好きな格闘技は空手です。ないです。まず質問。どう思いますか。全力疾走で走ったら、でも私久しぶりに走ったら多分もう歩けないんじゃないかと思います。疲れて。じゃあ質問終わりということで。ちょっとピックアップしてみると、私がまず洋食か和食か聞かれたんですけど、両方好きなんですけど、洋食って答えたのはスイーツが洋食派だからです。和菓子があんまり好きじゃないというより、食べたことがなくて、洋食がとにかく好きなんです。洋デザート。ケーキとかそっち系のスイーツがとにかく好きで、であとはサッカーは結果だけでしたね、見てたの。まあ時間的にも深夜とか見れないっていうのもあるんですけど、でも結果的にはいいとこ行ったんじゃないですか。すごい上から目線なんですけど。すごい頑張ったと思います、皆さん。日本のためにありがとうございます。で、バッチ実際こっちですよね、これ合ってますか。これです、これが好きです。で、あと最後の晩餐、どこで食べたいかっていう質問で、どこでもいいって言ったんですけど、なんかはっと思ったのが、トイレとかは嫌です。そういうなんかいじめ的な場所じゃなければどこでもいいです、外でも中でも。で、あとどんな質問あったっけな、なんかピックアップしてほしいの。ちょっといいですか、すいませんね、映らないように。あ、効き目って確かこうやったらわかるんですよね。あ、自分じゃわかんない。いや、多分右利きです。左利きって言われた気がする。まあ、いっか。
あと好きな寿司ネタはマグロなんですけど、中トロ大トロとかあるんですけど、油があるのが苦手なんで、大トロとかよりは普通中トロがいいです。高すぎない方がいいです。納豆も好きです。寿司っていうより巻いてるやつで、お、弾いてみたい楽器か。弾いてみたい楽器、ドラム叩いたことがあるんですけど楽しかったんで、あのもし自分がバンド組んで歌以外でやるとしたらってなったらドラム。ちょっとギターとかはベースはちょっとって感じ。です。あとなんか気になったことあるのかな、なんかこういう日のために気になったことあれば質問受け付けてますんで、なんか答えてほしいやつがあったら聞いてください。あの問い合わせでも何でもいいです。じゃあ今日はこの辺で、リップデリバリーでした。